押さえてどうかしたの？ちょっとね、そこで電信柱にぶつけちゃったの。大丈夫なの？怪我はない？うん、大丈夫。心配してくれてありがとう。居眠りしながら歩いてたの？え？どうかしたの？急に口ごもったということは何かあるんじゃない？とわの割に鋭い。近くにさ、すんごく可愛いファンシーショップがオープンしたんだよね。店構えからウィンドウに飾ってある商品からもう全部可愛いの。それで？あんまり可愛いから目を離せないでいたらゴツンと。もうよそ見しながら歩いていたら危ないわよ。本当だよ。可愛いグッズに目がないのは仕方ないけどさ、いくらなんでも周りが見えなくなりすぎじゃない？この前も学校で私に駆け寄ろうとして廊下にあったバケツを蹴飛ばしてた。え？本当に？ノーアー。ごめん。マネージャーまで？私も同じ意見よ。注意散漫でノアに怪我してほしくないもの。ですよね。ノアさん心配。ほら、サキちゃんもこんなに心配してるよ。サキちゃん。わかった。決めた。こうなったら私しばらく可愛いものを断つ。それで、あれからどう？正直、うまくいってない気がする。可愛いグッズを買うのを我慢したり、サキちゃんたちに可愛いって絶叫したりするのを我慢すればいいだけじゃないの？それが…とは、そこの薬局の前にある人形。え？あのマスコット？そう、かわいい？かわいく見える？どちらかといえばかわいいかも？だよね。私はあのレベルのかわいいに対しても我慢した方がいいのかな？今までだったらかわいいって反応しないラインだとは思うんだけど。でもあれも可愛いに入るとしたら可愛いと思わないようにしなくちゃいけない？これって我慢してることになるのかな？どれが可愛くてどれがそうじゃないのか、どれを我慢しなくちゃならないのか、もう分かんなくなっちゃったよ。重症だ。私は可愛いものも我慢できないダメな女なんだよ。もう部屋から一歩も出ない。え、いや、ノア、それはやりすぎじゃない？だって、イブキやトアやサキちゃんやマネージャーまで心配させちゃったんだから、そのぐらいやんなきゃダメでしょ。よし、私、部屋にこもる。ちょっとノア。